さあ始まりましたカスタンチャンネルです。今日はですねこの MC チャーチ、僕もねお寺と同じ色の主人ですけども、この MC28 やっていこうかなと思ってるんですけどもですね、皆さん火花が出ないんですよね。これ火花が全然出ないんですよ。でね、まああの接点かなと思ってここの接点復活剤してみたりしたんですけど、これのねこれでも変わらずで、これあのキー紛失してて、前のオーナーさんがこれね、こういうの作ってるんですよ。それはまあ別にいいんですけど、これがちゃんと生きてるかどうかっていう問題もあって、直付けしても変わらなかったんで、とりあえずバッテリーつけてこれがオンオフがちゃんとまずなるかどうかっていう確認からいってみたいと思います。まずいきますよ。ほら電気来てるんですよ。ライトもついてるし、これでオンですよ。上で、はあ、なるほど、電気来てます。第一段階 OK。 はい、この、8ミリのボルトをですね、8本外すとこのインシュレーターが外れます。じゃあクランクがどうなってるのか見ていきましょう。まだこれ悪くない。それでは緊張の一瞬です。クランク見てみましょう。さあリードバルブをちょっと外しましたよ。じゃあこれがクランクです。お、割と、あ、めっちゃ割とというかすごい綺麗ですね。何も汚れてない。これ冗談違います。おお、ほら全然クランク汚れてない。ほら、おめっちゃ綺麗クランク。うわー、サビ一個もないわ。あ、一個ある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 。あ、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ。めちゃくちゃいい感じのクランクです。全然サビないじゃないですか。やっぱ保管がずっと倉庫の中で、いい環境やったんで。で、光も漏れてないし。光も漏れてないし、このリードバルブも使いますね。358万人の全国の NSR ファンの皆様、恒例の時間がやってきました。センターシールチェック。はい、ツーストイルをガソリンで1対1で混合を作ります。1対1の混合を作ります。粘土がある、まあ液体ですね。ちょっとねガソリンが多かったから、まあでも大丈夫と思います。でこれをこっちのリアバンクに投入して、フロントバンクから漏れてこなかったら OK という定番のチェック方法です。まああのクランクが潤うっていうこともあるんですけどね。今入れています。赤いやつ速攻右側に、この右側にも出てくるんですけどね、さらに入れます。目標はですね、満々に入れないといけないです。満々に入れます。経験上ですね、悪くないですよ。あ、これもっと入れます、もっと入れます、もっと入れます。でクランキングをします。クランキングします。今回してます。回しながらこの右側ね、今これカラカラじゃないですか。こっちにまあ言うたらこれが液体がいかへんかったら高額なんですよ。12時なんで今から30分耐えれたら合格ですね。さあそれでは、センターシールが抜けてるかどうか待ってる間、私のウェーブ見てください。10分経過しましたけど、まだ漏れてませんけど、待ってる時間ね、30分1時間もったいないんで、この、リアシート張り替えます。はい、それではですね、あれから1時間経過しまして、12時から1時間経過して、1時になりました。1時間、経過してですね、見てください。全く漏れておりません。全く漏れておりません。そして見てください、右のですね、フロントバンクには一切あの液がいってない。でこれクランキングしますね。
こうランキングした時に右がちゃんとほら濡れてないでしょ全然。ってことはこれセンターシール OK ですね。しました。一応まあこれでちょっと様子見てみようかなと思ってます。オーバーフローのチェックします。ガソリン、うん、あ、忙しいですか。なんすか。いや、あのちょっと僕ファンで、はい、あの何回か大道芸とか、あ、もうすごい、あの万博とか、万博とか、あのあそこ妻の水族館とか、はいはい、何回か行かせてもらったことあって、うんうんうん、いつか声かけてもらおうと思ったんですけど。え、この辺の配達なんですか。あ、ずっと担当してて。ほんますか、はい、もう一回言ってもらっていいですか。僕の、あの僕の何ですか。ファンです。ファン僕のファン。あ、今捉えてるんですか。僕のファン。あ、そうですか。はい、もう何回か。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。あらら、すいません。今ちょっとね、様子見てたんですけど、いい感じっすね。あとはもう火花さえ来れば、これ多分エンジンかかりますよ。トバルブ仕事しとるな。こんだけあれば普通に走りますよ。うん、いい感じ。88のキャブ面白いですね。こういうところは89に似てるしね、こういうところは普通にまだ16と似てるしっていうね、16と89の間っていうのがすごく面白いですね。キャブにこういうのもついてるのも16にはついてないんで面白いです。触ってて楽しいのが NSR。 はい、今ですね、PGM1 にの接点復活剤全部入れたんですよ。じゃあ見てください。ほら飛んでる。ほら飛んだ。ほら飛んだ。ほら飛んだ。火花出てる。出てる。リアバンクも OK。 やりました。前後出てるんで、一応プラグしっかりつけて、ガソリン入れてキックして初爆だけ確認したいと思います。そもそも水は入ってんのかな。よし、水入れてみます。途中まで入ってたのか、漏れてくるのかどうかですね。漏れてこんかったらいいですけどね。まあ漏れてくるやろな。あとどのぐらい入るかやね。あ、入ってたね、これね。入ってましたわ。焦ってたんでしょうね。今後作ってさあ点滴って全部こうします。でもただでこぶのもしゃあないんで、あの出てきた落としたガソリンでバイクを拭いてます。ガソリンって結構あの何ていうのかな、いろんなこういう強い汚れに強いんで、めっちゃ綺麗なんですね。さあ、それでは芝生チェック行ってみたいと思います。まずはキャブが、オーバーフローするかどうかですよね。一応テストそれなりにしましたからね。大丈夫。うわっ、えっ、ちょっと待って、から出てきてんのか、ソリなんでこんなとこ出てくるの。じゃあ
一回やっち。ちょっと RC バルブも大きく巻いていきましょう。RC バルブもバッチリ動いてますね。88乗ってた人が盗難にやってパクられてバイクなくなって失意の中ですね、輸送の仕事してたらたまたまこのバイクを見かけて軒先で何回も悩んだけど、すいませんって声かけたらその時に売ってもらった。もう何年前言ったかな、それこそ 2,30 年前のやつなんですよ。蘇りました。まあキャブがバラバラになってたりとか、まあ、全部つながってないとこもあったりとかいろいろあったんですけど、やりました。カッサンチャンネル。始めたら